その一方で覚醒剤の禁断症状で奇妙な行動をしていたといいます。止まってらんないんですよ。ずっともう起きてる間ずっと歩いてないとダメで、病院の廊下をずっと行ったり来たり行ったり来たり。清原容疑者は逮捕以前からたびたび奇妙な何をですか。はい、あ、すいません、こちらにいます。映画を見ていただいた感想を踏まえましてのご挨拶をいただけると嬉しいです。この映画、こちらにいます私、はい、この映画見ていただいた感想を教えていただけますか。司会者と反対の方向を向き、質問を何度も聞き返して